どうも、新しいおいしいご飯の時間ですよ。今日はね、ローソンさんです。ローソンです、ローソン、これだけじゃないよ、まだありますけどね。ここから行きましょう。ここからちょっと贅沢なの買っちゃいました。本当は自分で買って挟んでもいいかなと思ったんだけど、もうこうなるあれがちょっと高いから、サンドイッチとんかつのやつからいってみます。うん、分厚くて柔らかくて、パンも柔らかいね。こんなしていただきます。いやもう今日は飛んでますねヘリコプターが。今日は道混んでたわ、本当に。だいぶ遅れてますね、今日。今1時半なんですけど、本当は1時にはもうね、お客さんのところに着いてっていう予定だったんだけどな。まあ約束してるあれじゃなかったんで、先にご飯食べちゃおうと入っちゃいました。これもたっぷり入ってるわ、卵が。うん、うん、あ、これおいしい。ちゃんと卵が入ってる。あ、美味しい。たっぷり入ってる。ああ、うん、もうね、お弁当も 2,3 個しかねなかったですよ。車多いもんね、たくさんお客さんが入るんでしょ。で、これちょっと危険なんだよな。なんだよな、やみつき鳥ってやつです。これ初めて食べるんだけど、これ鳥系は危険なんだよな。油がな、あったいな、とこれあったかいな、こんなんです。うん、あっか、うん、確かに美味しいわこれ。うん、うん、美味しいね。スパイシーな、スパイシー。ああ、うん、いや今日はちょっとこれは贅沢ですよ。贅沢。まだあるからね、まだ。なんか最近またよく食べるようになっちゃったね。はい、アメリカンドッグです。
しいね。よし。うん、うん、やっぱりアメリカンドッグ美味しい。このカリカリがまた美味しい。まだあります。デザートです。デザートメロンパン。デザートにメロンパンいただきます。メロンパンね、好きなんだけど久しぶりですね。いや、いい香り。うん、久しぶりに食べたらまた美味しいこと。発酵バター使ってるらしいですよ。本当はね、こんなにたくさん食べてる場合じゃないんだけどね。ちょっと遠いんですよ、会社から。だから早くね、回って早くこう戻るようにしないとまた遅くなっちゃうからね。道が混んでるとかそういうのは分からないですから、当の本人しか。行ってる人間しかね。またかって話になっちゃいますからね。これで100円っていうのはありがたいですよね、ほんとね。メロンパン美味しいし、大きいしね。今日たくさん食べたね。美味しかったです。ごちそうさまでした。